中谷昇は日本の俳優である。本名は中谷昇流。東京府東京市芝区高輪出身。中央大学法学部中退。文学座、劇団雲を経て演劇集団演に所属していた。麻布中学を経て1949年に中央大学法学部に入学するが、大学在学中に演劇活動にのめり込み大学を中退して、 1950年に文学座附属演劇研究所に入る。1951年、座院に昇格。1953年、今井正監督、濁り絵で映画に初出演し、中平康監督の良人日記、砂の上の植物群では、主演を務め以降、舞台、映画、テレビで貴重な存在として活躍を果たす。1963年、 劇団の体質への不満から芥川博神山修小池朝浦と文学座を脱退し、福田ツネアリを中心とした劇団雲の結成に参加。1975年には芥川、神山、中村信夫らと劇団雲から離れ、演劇集団演を結成した。芥川泣き後、1981年からは同劇団の代表、及び 株式会社園の社長を務めた。文学座以来行動を共にしていた女優の岸田、京子と1954年に結婚。かずを儲けるも1978年に離婚。1980年に再婚したが、その女性とも1997年に離婚。その後、2002年に再再婚した。テレビドラマでは、教授役、首相役、 組織の長などの地位の高い役を担当することが多く、カノッサの屈辱では、案内役、中谷教授でレギュラー出演した。中谷自身も、キーハンターなどそうした役柄を楽しんで演じていた、ことを述べている。また、マジカルズ・ノー・パワーでは、番組内のクイズドラマで、主人公の中谷探偵を演じており、平成初期に子供だった世代には、 マジカルズノーパワーの優しいおじさんというイメージが強い。競馬好きで競馬雑誌の連載を担当していたこともある。また野球も好きで文学座時代は野球部のエースで橋爪伊は新人時代に相当鍛えられたという。プロ野球は読売ジャイアンツのファンである。また大のヘビースモーカーであり、1日100本タバコを吸っていたという。 2006年11月16日7時22分、慢性閉塞性肺疾患のため、東京都港区の病院で死去。77歳没。ありがとうございます。